午後5時前、取材班が埼玉に向かうため高速を北上していると、正面埼玉市の上空ですね、黒い雲から雨でしょうか、柱のように暗い部分が伸びています。この下がどうなっているのか。午後5時半過ぎです。埼玉市内激しい雨が降り出しました。徐々に強まっていく雨、午後6時半ごろピークを迎えます。午後6時半過ぎの川越市内です。猛烈な勢いで雨が降っていて道が冠水してしまっています。あっという間にこんな状況です。滝ぐらいやばくて、もう正直ズボンとかびちゃびちゃなんで電車乗れないぐらいやばくて、電車止まってる？止まってないかな、迎えに来てもらうぐらいしないと帰れない。めちゃめちゃです。もうすっげつける映っていいのかなと思うぐらいなつけぐらいなんです。いや雷もそれこそさっきそこ自転車で走ってきた時にやたら近い感じに落ちてたんで、うわやべえ死ぬかなと思ってちょっとドキドキしました。さすがに確かに雷は絶え間なく鳴り響いています。この時間の落雷の様子を見てみると、埼玉県の半分以上が同じ状況にあったようです。夕方、埼玉県の各地が猛烈な雨に見舞われ、合わせて8カ所に記録的短時間大雨情報が発表されました。1時間に100ミリ以上という数年に一度しか降らないレベルの大雨が一つの県でこれだけ多発するのは珍しいことです。埼玉県坂戸市では高架下の道路の冠水で乗用車が立ち往生、水の深さは人の膝上くらいまでありそうです。川越市にはおよそ3000世帯6000人以上に対しレベル4に当たる避難指示が出されています。そしてこの雨雲次第に南下し東京にやってきました。ものすごい雨が降ってきました。傘を持っていない方たちは駅の中へ急いでいます。午後7時板橋区です、雨がですね、大粒の雨が突然降り始めました、そして空はですねもう数秒おきに雷光が光っている、そんな状況です。ショッピングモールの前にはですね買い物した後なんでしょうか、大勢の人が外に出れずにいます。妻が池袋から帰ってきてるので車で迎えに来て、ただこの雨なんで東通り魔の駅にはいるんですけど、雨がすごいのと雷が怖いということで、じゃあここで今待ち合わせ、待ち合わせ、はい、じゃあ奥さんもすぐそこにいるってことで、そこにいますね、いるんですけど雨がすごいんで来れないっていう、来れないっていう、はい、物理的に帰れなくなった人もいます。西武有楽町線や新宿線など一部の電車が運行停止、遅延も相次ぎました。夕方以降北関東を中心に強い雨が降り始めました。帰宅時間に重なり影響が出ています。電車一部路線が運転の見合わせ、またバス停そしてタクシー乗り場に長い列ができています。
関東だけではありません。神社の階段が滝のようになっているのは福島県猪苗代町。ちょうどこの時間帯、記録的短時間大雨情報が出されました。もうバタ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 と、まあ、こう屋根に当たる雨の音がやっぱすごく大きくてですね、軒下に需要品、まあ、おみくじですとか、まあ、そういったものを並べているんですけれども、まあ、そこにもこう、まあ、雨のしぶきやなんやらが当たって、まあ、それをまあ急遽撤去したみたいな形ですかね。まあ、その時にまあ少しもう10秒もしないうちにこうもう全身びしょ濡れになってしまったので、もうこのまま動画撮っちゃおうかみたいな気持ちになりまして、いやまあ私の経験上もまあ過去一ではありましたね。瞬間的にあれだけやっぱ降られると。福島では午後2時半に2箇所、さらにその20分後に2箇所で記録的短時間大雨情報が出されました。隣り合う4つの町でおよそ100ミリの雨が降った形です。毎日のように神出鬼没な雷雨に悩まされるこの夏、週末にかけても不安定な状況が続く見通しです。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。